自己紹介。まあ君だよ。うん。まあね。まあねって言うな。もうちょいあるだろ。じゃあ俺行くよ。最近カツラ気に入ってます。違和感ないよ。27歳。こんな人に憧れたの本当後悔。あらさ、このカメラボロボロじゃない。あのみんな見えてないけどボロボロなの。ガムテープでベロンベロンにやってて、うん、画面の部分もパッカパカになっちゃってる。閉じないの。もうレンズのこの周りのとこもね、もうあ、ヒビ入っちゃってるのにね、ぶん投げられた。使えるからいいんだけど。んなことどうだっていい。俺だけが思ってる。赤いキツネとこのどん兵衛って味一緒じゃねって。違う。え、本当俺的にはもう同じレベル。あ、どっちが上とかじゃないのよ。俺は断然どん兵衛派。俺その流派ないのよ。もう自由型。目隠しして食べ比べしてみたいなって。バカにすぎ。デブ何年やってると思ってんの。あれはもう抜いちゃって、はい、もうスープと麺だけで一生気にする。一生気にする。焼きそばだったら一平ちゃん派か UFO 派とか。いや、ない。マジで。まあ、焼きそば買ってきてって言ってペヤング買ってきてもらっても全然いいし、 UFO 買ってきてもらってもいいし、うん、だからうどん買ってきてって頼むとするじゃん。赤いきつね買ってきてもどん兵衛買ってきてもどっち買ってきても俺全然喜ぶ。緑のたぬきだったら。緑のたぬきそばでしょ。バーが茶色い豚ボロクソ言う。そばはあんま好きじゃないの。 あったかいそば好きじゃないの。まるちゃんはまるちゃんでいいとこがあって、日清は日清でいいとこあるわけだから、うん、あるあるある。そこを見つけたいなと思いますよ。全部入れたらどうなんだ。イテオンクロスやん。じゃない。じゃあもうあんま俺見ない。おまんめ見んな。はい、あんま見ない。見た目の差はあんまりないですけどね。赤いキツネを当てます。お箸。インサートはいいですか。インサート欲しい。はい。あ、こぼれた。電子。お前はどこなんじゃん。わかんなくね。いくらわかる。わかんないよね。しゃん。一気に二人でちょっと食べちゃおう。赤いキツネ当てよう。二人でいただきます。あ、こっちはあっさりしてて美味しい。やっぱこっちいただきます。うん、こっちはすごいあっさりしてて美味しい。あれ、俺バカだからわからねえ。こっちも醤油って感じがする。もう俺わかった。あっさりしてる白い方は。わかる。もうこれでわかった。俺デブってすごいね。わかるわ。ほんとに全然違う。段違い。え、ちょっとキッペも食べてみて。自信ないですよ。あー、全然違うわ。てかお前作ったんじゃん、そういえば。あ、自信ないですよ。なんお前作っといて自信ないですよってなんだし。食わせた俺も超バカじゃん。俺マジで当てていいこれ。え、マジで。でもね、どっちもマジでうまいよ。こっちがすごい醤油っぽいなって、こっちがすごいあっさりしてるなっていう。俺わかる。自分にもびっくりしてる。じゃあこんなわかる。赤いキツネ指さすよ。うん、せーの、こっち。俺はこっちは赤いキツネだと思います。俺はこっちが赤いキツネです。どっちが赤いキツネでしょうか。赤いキツネは、かゆくなってきた。かゆい。デブってすごいね。わかるわ。デブってバカだね。ただ単にもう頭空っぽにして食ってるだけだよこいつ。あ、なんかこれ、あ、なんかわかんない。醤油、塩、砂糖は何、砂糖きびこれわかんない。もうやめてー。デブいじめないでー。デブのみんなごめんなさい。デブいじめないでー。チャッ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